に髪の毛専門のところなんかだと遺伝子検査に数万円ぐらいやっぱり取るわけですよ。ただですね、もう結果みんな一緒です。もう紳士はですね、もう遺伝子検査してません。もう薄かったらもう分類も減ったくれもありません。薄毛、その一言で十分です。それで一番いい治療っていうのを、提供できるようにっていうふうに考えて治療しております。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に美容医療のさまざまな悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニック紳士屋総院長の又吉秀樹です。人によってはですね、男女関わらずですけれども薄毛、そういう悩みがある方が、いらっしゃると思います。髪の毛が薄くなってくるとそれ自体老けて見えたり、髪型の自由が効かなくなってきたり、人にどう見られてるんだろうって気になっちゃったりすることがあると思います。それに対して治療がいろいろ出てきてます。シンシアの治療の取り組みについて今回はお話ししていきたいと思います。ぜひ今回も最後まで動画をご覧ください。薄毛の原因なんですけれども、遺伝的な要素が大きいです。その他にストレスとか清潔不潔なんてね、医療以外のところではよく言ってました。だから一昔前までは髪のサロンなんかだとね、洗っとけばいいやみたいなね、洗って洗ってこうやってスコープ見て綺麗になりました、これで生えますって生えるかっていうね、清潔不潔はまあ多少なりともあるかもしれませんけども、そんなに大きい問題ではありません。まあ間違ったヘアケアとかイライラ言ったりしますけれども、まあ、遺伝的なものですかね、素因というかその辺が問題になると思います。髪の毛の治療で最も重要な考え方なんですけれども、髪の毛には回数圏があるんですよ。髪の毛って一回伸びると何センチくらいまで伸びるのかなっていうと、男性なんかとも50センチくらいを超えてくるともう一度抜けちゃうって言ってね、それが髪の毛のサイクルだと言うんですけれども、だいたい男の人は一本が抜け変わるまでに3年から5年ぐらい、まあ女の人だともうちょっと長いって言いますけど、それを20回ぐらいしかですね回数圏ないんですよ。1回伸びて、まあ、3年から50センチくらい伸びたら勝手に落ちる。そこで1回、2回、3回って言ってね、20回しか生え変われないということはですね、3×20年、まあ60年ぐらい、60歳ぐらいになると男の人はもう毛根が死滅してしまうみたいなことにもなってしまう。ただですね、髪の毛の難しいところは、男の人だったらこの辺の髪の毛の寿命はやたら長いけどこの辺は短くってとか、サザエさんだったら波平なんか思い出すとですね、こっちの方はバリッと髪の毛生えてるみたいなね、髪の毛の場所によってですね髪の毛の寿命が違うっていうことでね、抜けやすく薄くなっていきやすいところ、年をとってもあんまりなくなっていかないところが出たりですね、あとはもう男性だったらまあホルモンのね影響で毛根が攻撃されてみたいなね、そうするとだんだん最初のうち若い頃は平気だったのに年を取るごとにですね太い髪の毛を作れなくなっていって、まあ最初のうちは長い寿命だったのが、まあ途中からですねひょろひょろっと頼りない髪の毛になると、これ寿命短いもんですからですね、3年だと思ってたものが1年であっという間にいなくなっちゃうみたいになるとですね、回数券あっという間に使い切っちゃうみたいになっちゃうわけですね。それでどん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 薄毛、ハゲが進行していくっていう話になります。治療に関してですね、いろいろなクリニック、特に髪の毛専門のところなんかだと遺伝子検査に数万円ぐらいやっぱり取るわけですよ。ただですね、もう結果みんな一緒です。治療のメニューも変わりません。もう紳士はですね遺伝子検査の業者設けさせてもしょうがないので遺伝子検査してません。もう薄かったらもう分類も減ったくれもありません。薄毛、その一言で十分です。それで一番いい治療っていうのを、提供できるようにっていうふうに考えて治療しております。髪の毛の治療の主役ですけれども薬になります。薬には塗るタイプと飲むタイプとあります。飲むタイプの代表選手ですけれども、プロペシアっていうのにね代表されるフィナステリドっていうね、あとはデュタステリドとかね、この系統の薬がどういうふうに働くかというと、年を取ってくると毛根を男性ホルモン
がね攻撃するんだなんていう話がありますけれども、まあざっくり言うとですね、攻撃するのをやめてっていう風に毛根を守るっていう、そういう薬になります。これはもう一番の鉄板といえば鉄板ですかね。ただちょっと値段が高いんですよね。商品名でプロペシアとかあったりするんですけど、これのジェネリック薬品そんなに効果変わらずにですね、値段は結構違うので、シンシアではですねプロペシアっていうしっかりとしたねブランド品とジェネリック薬品どっちも扱いがあります。2番目の飲み薬で有名なものはですね、ミノキシジル。もともと血圧の薬なんですけれども、それを飲ませてたら毛が生えちゃう人が多かったもんだからですね、これ毛生えるんじゃないかっていう風にね言うんで使われ始めた薬ではあります。このミノキシジルの飲み薬なんですけど、効きはとてもいいんですよね。ただしここだけに効くんじゃないんですね。ヒゲが濃くなったりですね、体毛が濃くなったりすることがあるっていうんで、まあ女性なんかだとね飲み薬としては使いにくいっていうような話になります。私が考えるに特に男性の場合はですけどね、今脱毛はいくらでもできますけど、髪の毛を生やす時期を逸してしまったらですね手遅れになってしまうというのでですね、脱毛とか併用しながらでもいいのでですね、これはミノキシジルの方はフィナステリトと違ってどっちかというと攻めです。毛根がもう頑張って毛を作り出そうっていうね、そういうのをサポートしている薬なので、毛の一本一本の寿命をですね伸ばすためにもですね、守りと攻めどちらも併用していただければなと思います。ミノキシジルの働きをサポートする内服薬としてビオチンとかリジンとかありますけれども、併用していただくと髪の毛がより生えやすくなりますのでおすすめとなります。シンシアでお出ししている外用薬ですけれども、ミノキシジルのシンシアでは 5% お出ししています。あ、泡です。泡を地肌にこうやって浸透させます。トニックだとどうしても流れちゃうのとか、そこに留まっててくれないっていう弱点があったりしますので、泡を使ってですね、シンシアの場合は 5% のミノキシジルを男性にも女性にもお出ししています。女性の場合は 2% なんじゃないとダメなんじゃないかみたいな話ですね、全身に毛が生えるからみたいなこともずっと言われていたんですけど、そんなはずないよなと思ってですね、薄まっちゃうんだったらどうせ 5% みたいになったりするしなっていうんで、5% ずっとお出ししてたんですけど、女性も特に問題になったことはなくてですね、しかもですね、なんかアメリカもですね、もう最近は女性でも 5% を買うのが当たり前になってきてますんで、もうシンシアではね昔から 5% のミノキシジルフォーム泡ですね、これをお出ししてますけれども、これとてもよく効くのでぜひお使いいただければと思います。だいたい育毛のですねクリニックで行われる治療っていうのはこの辺が、主体となります。内服薬外用薬なんですけど結構効くんですけれども、その効果をブーストさせるときに再生因子療法が結構効くんですね。内服薬外用薬だけで患者様を治療していた時よりも、再生因子療法ですね、頭皮を傷つけてそこにですねもう塗り込んでってしまうというね、当院ではね基本的に再対決再生因子を使っています。肌が若返るっていうようなタイプの、再生因子ですけど、髪の毛に使うと髪を作っている細胞が頑張らざるを得ないように、ね、そういう状況になっています。この方なんですけれども、58歳ぐらいの男性です。もともとこんな感じだったんですけれども、かなり濃くなっています。もう後ろから見たところなんかだと、もう薄毛ってバレないレベルになってると思います。正面から見た時はもうちょっと前に来てくれればいいなとは思いますけれどもね、それでもですねすごい薄いなっていう印象から、おだいぶ頑張ってるなっていうですね、そういう印象になると思います。ここからね、ほっといたらもっともっと薄くなっちゃうところだったので、それを食い止めてなおかつ前に向かって生え際が進んでくるっていうね、そういう状態です。横から見るとこれがとても分かりやすくて、もう頭の形がもうすごいつるっと分かっていたのが、こういう風に髪型が作れるレベルまで髪の毛が増えています。こういう風なね効果が期待できるんだっていう治療がですね、内服薬に再生因子療法を加えるっていうシンシアのメニューになります。めちゃくちゃ薄かった
った人がこの辺まで来て、なおかつもっとやり続ければどこまでもグワーッと来るのかっていうと、そうではないんですよ。始める1年目2年目っていう風にあるんですけど、まあ1年目も2年目もですね、始める前までずっといいんですけれども、1年目と2年目でですね、めちゃくちゃ生えてるかっていうと、まあほんのり増えてはいるんですけれども、少しです。維持の状態になって、この辺の毛はシンシアの治療が始まる前までに回数券を使い切ったんだっていうね、そういうふうに思っていただければと思います。死滅してしまったものに関しては完全には戻ってこないんだと。ただしこの辺なんかは一見ですね、死滅してるように見えるんですよ。もう地肌ツルツルですからね、毛生えることできないんだけど、まだ死滅してないんだ、なんかのきっかけがあれば俺はまだ生えるんだっていうような隠れた回数券がいることがあるので、そこを頑張らせるっていうのはとても重要になるかと思います。もう一人ぐらい見せておきますけれども、もう頂点は産毛です。正面から見たらかなり薄いなっていう雰囲気なのが、シンシアでですね1年ぐらい治療していると生えてる。ちょっと生え際高いかなと思いますけれどもね、ハゲかって言われたら全然ハゲじゃないです。治療開始もね、治療開始1年ぐらいです。どっちもフラッシュ思いっきり当ててますけれどもね、地肌本当につけにくくなっています。最近のエレベーターとか、上からこうやって映ってるじゃないですか、モニターがあって、なんかモニターに自分が映ってるとってならなくなるんですよ。これすごいね、自分の心にもすごいいいなっていう風に思うんですよね。なんかこう強くなった気がするみたいなね。生え際もねすごい前進しています。再生因子を導入するにあたって頭皮に傷をつけなくてはいけませんので、まあそれシンシアではですね、ダーマペン4っていうのを使ってですね、ダカ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 って穴を開けていきます。これはですね、まあ、ちょっとなかなか痛いんですけれども、小器とかをね、まあ、人によっては静脈の麻酔使うこともありますけれども、頑張って受けてもらっています。実際の動画をねこれからちょっとお見せします。こんな感じで痛ぇなとか思いながら多少やるんですけれども、髪の毛の明るい未来を目指して皆さん頑張っていただいてるっていう感じです。おすすめですので、ぜひどうぞご検討ください。ということで今回はハゲ、薄毛は治るんだ、こういうことについてお話しさせていただきました。今回のシンシアの動画も面白かったな、これからの動画も見ていきたいなと思っていただいた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。